続いてはこのコーナーです。ベリーズ名言工房、イエーイ。ベリーズ工房が今までの活動の中で言ってきた名言、名台詞を皆さんに送ってもらうコーナーです。はい。たくさんの名言、感じましたね。たくさんの名言が届いているので、ちなみに、紹介しちゃってください。はい、はい。こちらはベリーズネーム、手藤さんが見つけた名言です。はい。おバカなニュースキャラクターというお題に対して、清水咲が言った名言。はい、こんばんは。髪の毛黒くてすみません。すいません。すいませんでした。こんばんは。髪の毛黒くてすいません。なんか聞いた覚えがあるな。これは、起立で着席にて、アサリドンさんをゲストに迎えて。アサリドン？アサリドさん？アサリドン。アサリドンさん。なんかますます美味しくなりそうで、なんかね、アサリ丼とか。アサリ丼さんをゲストに迎えて、お笑いを磨くというコーナーで行った時、はい、ちなみに2007年8月28日の放送。はい。こんばんは、髪の毛黒くてすいません。まあ、第一印象。アサリ丼さんと誰が出た？ちなみに出てないかも。嘘。うん、まあ違う。でもなんか聞いた覚えがある。私これ初めて聞いたもん。もしかしたら、この、袖で聞いたかも。袖で？あ、外で聞いたかもしれない。うん。なるほどね。はい。そんなこと言ってたんですね。はい。うん、さあ、続いて。はい。こちらはですね、ベリーズネーム、シンディさんが見つけた名言です。はい。去年の6月、モーニング娘。道重さゆみさんのラジオ番組に、はい、矢島まゆみちゃんと一緒にゲスト出演したとき、当時、お尻フェチだった清水咲ちゃんが、メンバーのお尻について聞かれて言ったときの一言。はい、ももは、固めなんですよ。事実でしょ、でもこれ。ちょっと固い。お尻フェチだったの？その当時、フェチだったんだろうね。なんか、触っちゃってた。そう。変態じゃん。ただの変態でしょ。ただの変態だよね。必ず通りすがりにこうやってね、みんなのさ、なんか、ほら、なんていうの、なんか名前、なんか表現できないからもう言うのやめるけど、なんか多分、当時はフェチだったね。今は違うけど。確かにももなんか硬そう。硬い。硬そう。なんか筋肉だったの。うん、だってさ、なんかさ、お尻相撲とかすんじゃん。そうそうそう。痛いの。痛いよ。痛い。うん、なんか、お尻の高さ合ってないくせに痛いよ。めちゃめちゃ痛い。太ももらえよ、うん。はい、そうそう、来たーって思って。そう。はい。硬かったです。はい。はい。続いて、ベリーズネーム、桃色ウルフさんが見つけた名言です。はい。2006年9月26日放送の起立で着席での、自分がラジオに手紙を出すとしたら、どんなベリーズネームにしますかという質問に対しての、はい。ちなみちゃんの一言。んと、き。シンプルすぎて笑った記憶がありますという。木？あの、木？木って言ったそうです。そこら辺の林の、うん、林っていうか緑の、うん、木ってこと？うん、しかも、あの、鍵かっこないに、うんとまで入ってるから、多分すごい考えたんだろうね。悩んだんだろうね。どう？木。じゃあ、でも逆にこれはシンプルすぎて目につくかもしれないからっていう意味がこもってます。あ、そうなんですね。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで、今日はここまでです。はい。皆さんが見つけた、ベリーズ工房の名言、お待ちしています。名言つったよ。名言。ありゃまあ。という間にお別れのお時間です。ここでベリーズ工房からのお知らせです。はい、徳永ちなみ一冊目の写真集ちなみが、絶賛好評発売中です。お、今回の、はい、あのこの写真集で私の笑顔がたくさん見れるので皆さんぜひよろしくお願いします。はい、はい、そしてベリーズ工房21枚目のシングル流星ボーイ11月11日に発売になります。はい、1111だよ。そうですよ。それでですね、その流星ボーイがですが、この秋からアニメ稲妻イレブンのエンディングテーマになっちゃいます。すごいな。嬉しいですね。そしてそして稲妻イレブン2脅威の侵略者ファイヤーのエンディングテーマにもなっております。はい、皆さんこれはゲームやってください。はい、はい、私たちもやります。やります。私もやります。この前のクリアした1個前の1個やっとクリアできた。おー、やった。
神は。ちなみにクリアできない。あのね、忘れちゃった時にキャプテンからやらせてもらったんだけど、難しいよね。難しいの。もう難しかった。そう、難しかったね。難しかったね。難しかったよ。はい、私たちもやりたいと思います。はい、ということで、皆さんからのお便り、まだまだお待ちしています。お便りが10回読まれるごとに、私たちの直筆、世界に1枚だけのベリー2認定証を送りたいと思います。じゃんじゃかお便り送ってください。メールアドレスは、berry@joqr.net、berry@joqr.net です。おはがきで送りたい方は、郵便番号 105-8002、文化放送ベリー2、それぞれの係まで送ってください。ベリツーは毎週金曜日に更新されます。毎週火曜日は文化放送で嗣永桃子のプリプリプリンセス、金曜日はベリツーを聞いて1週間に2回全くタイプの違うベリーズ工房を楽しんでください。文化放送の周波数は1134です。お忘れなく。それではまた来週お会いしましょう。お相手は清水咲と徳永ちなみと須藤真麻でした。来週もベリツー行くべ。バイバーイ。